あざーす。あ、違う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 。ザリガニ。どうもー。あざーすー。はい。ということで、本日はね、12月の、あ、やべ、なんかボサボサすぎや、進化これ。はい。ということで、本日はね、12月17日ということでね、なんと、イワチの誕生日でございます。イェーイ。イェーイ。メクソすごくてごめんね。ごめん、メクソ系 YouTuber なの。ということでね、今日はメクソ記念ということで、違う、そんな汚い話するんじゃない。バカ。今日はね、イワチの誕生日、そして、それだけじゃなく、なんと、なんだ、この軽快な滑り、わかります？この軽快な滑り。なんと私今ね、靴下履いてます。軽快な滑り、そりゃ今日はね、なんと、King&Prince の公式グッズの発売日でございますよ。だからこれからね、朝ごはんを食べて早速セブンイレブンに向かってその新商品受け取っていきようと思います。朝ごはん食べるぞ朝ごはん。じゃあやっぱりもう、あのなんか朝ごはん食べてるのめんどくさいから行ってくるわ。もう今すぐ見に行きたいので行ってきます。とりあえずパジャマの上にねパーカーを着てるだけだからね。ダサい部屋着でいいよね。部屋着で行きますけど、まあ近くのセブンイレブンだから許して。にゃん、また雨降ってんだけど、なんで雨降ってんの？え？なんでイワチの誕生日なのに雨降ってんの？ふざけてる？じゃ傘差すのめんどくさいからこのままいっけどよ。よ。じゃあ行ってきます。急げ。寒っ。待って。寒。急げ。届いた。届いたぞー。あ、届いたじゃない。受け取りに行ったんや。間違えた。受け取ったぞー。エビカニックスで踊っちゃおう。エビカニックスで踊っちゃおう。知ってる人いるかな？ということで、戻ってまいりました。イエーイ。もう超楽しみなんだけど。これね、今回クリスマスオーナメントと、あとあの、クマちゃんのぬいぐるみがね、今回新グッズなのでね、こちら開封レビューしていこうと思います。もうね、開ける前から星3つなので開けません。お疲れ様でした。いや、なんか最近さ、病むことがあって、なんか自分の価値って何なんだろうなと思って。なんかさ、100円ショップってやっぱり100円の価値じゃん。高級料理屋さんはやっぱり高級な価値があるじゃん。これって値段にするといくらなのかな、何円ぐらいの価値なのかなと思うんだよね。もうほんとー。はい、ということで、すいません。開けていきましょう。めっちゃ可愛い。これやばくね？超可愛くない？これ左側にキング&プリンスベアと右側がキンプリの箱になってんの。めっちゃ可愛くない？これなんかスタバのタンブラーみたい。スタバのタンブラー持ってないけどさ。すげえ。じゃあ早速開けていこうと思います。やばくねこれ。じゃあまず見えてるからクマちゃんの方から開けていこうか。いらっしゃいクマちゃん。よーい。見てー。すごーい。え、待って。絵の具の香りするわ。え、かわいいこれ。せーの、じゃんじゃじゃーん。え、これめっちゃかわいくない？せーの、オープン。じゃーん、かわいいこれ。この恋降る月夜に君思うのグッズのバンダナを巻いたクマちゃん。しかもこのバンダナちゃんとね、本物のバンダマナなのよ。バンバダナ外せるタイプのバンダナになってて、これかわいいね。大きさ的には橋本環奈、右足にね、キング&プリンス。そして左足にはね、全員のメンバーの名前が書いてあるの、イニシャルで。かわいいこれ。ここら辺にこう飾ってあげる。え、かわいい。待って、人数分欲しい。鉢巻きじゃない、なんだっけ。バンダナを各メンバーの面からにしておきたいね。超かわいいじゃん、この子。手記。そしてね、付属にはこの王冠が入ってるんだよね。これも開けていこっか。あ！ここにね、キング&プリンスって書いてあって、ターコイズブルー、ひまわりイエロー、シンク、漆黒、紫っていう感じのね、面からが入ってあります。これを被せてあげるとこんな感じ。かわいくないこれ。危なー！一応なんかこれね、なんていうんだかな、この素材。プラスチックなのかな？100均に売ってるコップみたいな素材って言ったらわかるかな？ガラスじゃなくて。だからこれ多分ね、落としても絶対大丈夫なので皆さんたくさん落としましょう。こんな感じでペッてこう乗せる感じやな。かわいい！いいじゃん、これ。え？待って。
なんか俺の家さ、ぬいぐるみだらけになってない？いただきもの、いただきもの、昔 UFO キャッチャー、いただきもの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 。どうもネットこじきです。ということで1個目がこちらのベアちゃん、そして2個目、これ可愛いよね、この箱が。キング&クリス、キング&プリンス2021って書いてある。これこのクリスマスプレゼントっぽい感じがいいね。これも開けてこっか。この箱普通に使えそう、今後も。キンプリが好きなお友達とか、最近キンプリファンになった人とかにはね、こういうプレゼントめっちゃ可愛いと思う。じゃあ開けていきましょう。これ綺麗に開けよう。いつも俺下手くそだからさ、開けるの。こうやって。まるで、子供の耳くそ、子供の耳かきをするかのようにね、そーっと行きましょう。子供はね、耳が繊細ですからね。行きましょう。それでは、オープン。じゃん。結構ね、重たい。なんか、どんぐらいなんだろうね。コップぐらい。コップの方が重た。あ、なんか鎖が見えてる。なんだろう。いきます。せーの、せーで、オープン。じゃーじゃじゃーん。おー、え、やばいやばいやばい。え、超可愛くないこれ。え、これめっちゃいいじゃん。一個ずつ見てこう。翔くんのオーナメント、レン君のオーナメント、カイちゃんのオーナメント、可愛い騎士くんのオーナメント、ジン君のオーナメント。え、待って、これは、これやばいぞ。めっちゃ可愛いぞ、これ。サイズ的にも可愛いし、見た目も超可愛いし、これめっちゃ、あー！なんかもう落とすのが毎回恒例になってる。こういう感じのチェーンになってるから、ネックレスとかいいんじゃないかな。例えばこういうネックレスに、このクリスマスオーナメントを、あ！ほらー、どう？いい感じじゃない？どう？これめっちゃ可愛くない？これで今日から外出よう。すごい可愛い。これみんな買った方がいいぞ。めっちゃ可愛いぞ。ほら、ちゃんとこれメンバーの顔とかも載ってるし、クマちゃんは、まあメンバーの顔とか載ってないんだけどね。キンプリベアっていう記念のやつだしね。なんかあれだよね。グッズって、うちわとかペンライトとかぬいぐるみとかさ、ステッカーとかって限られてるというか、あんまり幅がないけどさ、こういうクリスマスオーナメントってなかなかないからいいよね。ジャニーズ事務所のグッズ担当の方もすげえセンスいいよな。他何かな、出てほしいグッズ。みんなある？出てほしいグッズ。靴下とか、身の回りのやつ欲しいよね。俺結構YouTuber として編集するから、パソコンのマウスとか、ネックレスとか、ベルトとかっていう感じのグッズとかもあったらいいよね。どうなんだろう。男目線だからあれだけどさ、女性の皆さんだったらどういう感じなんだろう。どうやって飾ろうかな。いい方法ある？あ、壁につけるのもありか。壁にさ、レールみたいなものを敷いてそこに垂らす感じも可愛いよね。あ、やってみよう。次回そういうの100均で買ってみて、ザリガニのここのね、騎士くんグッズコーナーをちょっといい感じにしていこっか。よっしゃ、そうしよう。楽しみー。はい、ということで今日はね、キンプリとセブンイレブンの、セブンイレブンだっけ？のコラボグッズ、オーナメントと、キンプリちゃんベアを紹介していきました。いいね、これね。とりあえずこんな感じで今後もね、キンプリだったりとか、いろんなジャニーズのグッズを買ってレビューしていきますので、よかったら皆さん他の動画を見てみてください。はい、ということで今日の動画でした。こんな感じで普段は、キンプリに関することやジャニーズに関すること、オタクに関することを動画にしておりますので、よかったらフォロー、よろしくお願いします。違う違う違う、よかったら。そちらの動画見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも、Twitter、Instagram、TikTok、ポコちゃんもやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価が励みになりますので、ぜひオタクの皆さん登録よろしくお願いします。ということで今日のザリガニでした。またね。バイバーイ。